なんかこの間のフェスの1日目の時は、会場の写真見てたら時間なくなって終わっちゃったんで、なんかいろいろ話せなかったことがあるような気がするので、いろいろね話したいと思います。他のホロメンから聞いて、マリンの口から聞いてない話とかねあったらね、コメントしてください。船長も忘れてるかも。まずね、昨日思い出したんだけど、エキスポの前日にラミーとノエルと一緒に回ってたって話をしたと思うんですけど、ラミーはね、自分の乳が垂れてるか垂れてないかが気になるんだって。それ暴露していいやつ？いいやつだよ。だってラミー配信で言ってたんだもん。ラミーがね、自分の乳が垂れてるか垂れてないか分かんないって言ったら、ゆきみーさんがラミーのコメントで、船長の乳が垂れてるからそれと比べるといいよみたいなことコメントしてたんだよ。これ切り抜きで見たもん。ざけんなマジ、ゆきみん。ざけんなあいつら。あれ、ゆきみんの皮をかぶった一味か、もしかして。許せねえマジで。でも確かに、人に言われると腹立たしいけれども、自分でじゃあ船長実際のとこ垂れてますかって言われたら、実際のとこ垂れてるよね。普通に滑り台できるもん、乳で。うん。で、なんか、そこで、ラミーと、ノエルとマリンで、誰の乳が垂れてて、誰の乳が垂れてないか確認する会をしようってことになったわけ。今度、すんのかな本当に。するのかわかんないけど、するらしいよ。もうさ、負け格すぎて。いや、逆に垂れてるのが勝ちにする？垂れてる方が勝ちになれば勝てる。でも、ハリで勝負したら負ける。運営ラインは大丈夫なのか？いやいや、配信でやりませんよ。なんで配信でさ、垂れ具合コンテストをやると思って、やらないですよ。水面下でね、チェックしたいなっていう、それ同時視聴ありませんか？